アロハ、皆さんこんにちは。ハワイ島情熱会チャンネルの会です。お元気ですか？今日はハワイ島の聖なる山であるマウナケアをご紹介したいと思いますので、動画お付き合いしていただければ幸いです。それでは動画ご覧ください。どうぞ。ハワイ島の西海岸からマウナケアの行き方は主に2通りありますが、以前アップした動画、コメとネオアイズ、ネオアイズ彗星の動画の中でワイコラ方面からの行き方をある程度お伝えしてますので、今回の動画ではコナの町からの行き方をお伝えしたいと思います。現在正面に看板にパラニと書いてありますけど、このパラニって道を右折します。パラニで右折した後、最初の信号を通過します。2本目の信号も通過したら、あとは道なりに進んでいきます。この後ダニエル系井上ハイウェイを右折するのですが、そこまでコナの町からダニエル系井上ハイウェイまでは時間にすると35分、距離では 27.3 マイルなんで、だいたい44キロぐらい車で走る形になります。ちなみにコナからマウナケアのビジターセンター、鬼塚ビジターセンターと呼ばれているセンターまで車でだいたい1時間ちょっとかかります。その間コナからコナの町を離れたらガソリンスタンドがほとんどないので、どうぞ皆さんご注意ください。さてコナから30分ぐらい車で北上してきましたけど、いよいよ前方に看板が見えてきました。ダニエル系井上ハイウェイ、この国道200号、これを右折します。今看板にも書いてありましたけど、この道はまあ約80キロぐらい進んでいくと東の拠点のヒロにたどり着く道でもあります。最短で東西を結んでる道となります。これで今看板も出てきました。ダニエル系井上ハイウェイ、現在ダニエル兼井上ハイウェイを走行中でありますけど、ちなみにダニエルさんは誰かと申しますと、元アメリカの上院議員さんだった方であります。長らくお勤めされてましたが、数年前にお亡くなりになられて、その井上さんの功績を称えてこの道にその井上さんの名前が付けられています。あとはご存知の方も多いかもしれませんけど、ホノルル空港、正式名称が現在はダニエル兼井上インターナショナルエアポートとなっております。それではマウナケアについてちょっとお話しさせていただきたいと思いますけど、マウナケア、ハワイ島で2番目に古い山となります。ハワイ島には5つ火山がありまして、その中で2番目に古い山、マウナケアの最後の噴火っていうのは4000年以上前ではないかと言われております。マウナケアは高さが4205メートル、海抜4205メートルになりますが、海の底マウナケアの始まりから測るとなんと1万203メートルだそうです。あの世界一の山と一般的に言われるエベレストが8848メートルになりますので、エベレストさえもしのいでしまうというとんでもない山となります。マウナケアの場合は火山活動によってできた山になります。
現在はまあだから噴火はもう4000年以上前のことで、今後噴火することはないんじゃないかと科学者は言うわけです。さてマウナケアの意味をインターネットで検索すると、よく白い山、マウナが山でケアが白いということで、白い山という意味で出てくるかと思います。それは山の上が寒くなると雪が降り、山頂エリアは雪で覆われて、その雪化粧した山の様子を見て見たまんまの様子で表した言葉でマウナケア、白い山と、名付けられたという話が一つあります。ただハワイアンにとってマウナケアは、ハワイの創世神話クムリポの中で描かれている天の神様ワケアの山ということで、ハワイ語ではカマウナアワケアとかマウナアワケアとして知られております。そのハワイ語で言うマウナアワケアが転じてマウナケアになったということです。神話の中で天の神様ワケアと地の神様パパハナウモクパパが、存在し、この2つの神が交わってハワイの島々を創造したと描かれています。そのハワイの島々の中でも最初に作られたのがハワイ島、そのハワイ島の、中心にあるのがマウナケアになります。このことからマウナケアはワケアとパパの最初の子供であると言われております。その後この2人の神がハロアと呼ばれる人を創造するのですが、残念ながら死産であったということで、その亡骸を土に埋めたらそこからタロイモの芽が出てきたということです。非常に悲しいお話ではありますが、と同時にこのあとワケアとパパによって創造される人々、ハワイアンの祖先にあたる存在、その糧になり得た命のつながりを表す非常に大切なお話でもあります。以上のお話からマウナケア、ハロア、ハロアは人の元になった存在、そして、タロイモというのはハワイアンの祖先ということが理解できます。そしてこのつながりの頂点にあるのがワケアになります。ワケアが存在して、もちろん、パパ大地の神様も、大変大事なのですが、今回はワケアというところにフォーカス当てて、そのワケアから誕生したのがマウナケア、そしてマウナケアの後に創造された、人間のもとのハロア、死産だったけどその後、土に埋めたら、タロイモが出てきたと、そしてその後再度ハロアという、ね、人間のもとを創造するということで、このつながりの頂点に立つのがワケアということになります。このマウナケア、ワケアの山はハワイの人たちにとって大切な大地とのつながり、祖先とのつながり、神話とのつながり、そして生きるすべての存在とのつながりを思い起こさせてくれる非常に重要な場所でもあります。だからこそ、マウナケアというのはハワイの中でも最も聖なる場所の一つと、言われる理由がそこにあります。マウナケアの山頂エリアに行くには、今のところここを左折するのですが、左折する前にこの右手のところに山の祭壇があるので、そちらで聖地を訪れるのにあたって受け入れてもらえるようにお祈りをしたいと思います。それではようやくマウナケア鬼塚ビジターセンター、2800メートルの標高の地点が近づいてきました。もうすぐ到着になります。
いよいよ前方の方に建物、ビジターセンターの建物もどうしよう見えてくるんじゃないかと思います。富士山の5合目が2300メートルって聞いておりますので、その5合目よりも高い位置になります。ちなみにここからさらに上に上がるときには四輪駆動が必要となりますので、四輪駆動で来てください。私の知る限りハーパーという会社が四輪駆動でマウナケアの上まで行ける、そういう保険をかけれる、そういうレンタカーを貸してくれます。じゃあ今ちょっと今レンジャーの方が多分ここで確認しに来ると思いますんで、Hello, how are you doing? Good, good, good. All right, all right. Yeah. Coming up to visit the mountain? Yeah, 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 going back to the summit? Yeah. Okay, good. Okay. Have you been up there before? Yeah. さあ、ようやく鬼塚ビジターセンターにたどり着きました。コナの町からは約1時間10分ぐらいの旅となります。こちら、鬼塚ビジターセンターになりますけど、現在は閉鎖中であります。でこの建物裏におトイレがあるんですけど、仮のトイレは使えるんですが、このすぐ裏のトイレは現在使えないです。さてこのビジターセンターから山頂エリアまでは、8マイルぐらいあります。12キロぐらいということになりましょうか。で、3600メートルのところまで未舗装になるので、そこを、ゆっくりと、慌てずに上がっていく必要があります。で、3600から上のところは、ペーブメント、舗装道路になってます。ただ舗装道路のところも冬になると凍結してしまうことがあるので、結局そっちの方が危険だったりします。十分上がるのには注意が必要ですし、四輪駆動で行く必要があります。ここに前方に建物が見えておりますけど、これは天文学者とか、がですねここで寝泊まりをして、そして夜の仕事を備えるという宿泊の施設になります。さて今鬼塚ビジターセンターで高度順応しております。このマウナケアが4205メートルありますので、山頂エリアを目指していくときにやっぱり酸素の濃度が変わってきます。4割ほど地上と比べて酸素濃度が低くなりますということで、いきなり行ってしまうと高山病になってしまうと大変なので、ここで体を慣らしていくと、少なくとも30分は慣らすことが、必要かなと思います。あとそうですね、呼吸はもちろん大事ですけど、過呼吸になるとそれはそれで良くないので、意識をして落ち着いて、逆に吐く方ですね、歯の方ですね、アロハの歯ですけど、そっちに、意識を向けると割と吐いたら自然に吸いますので、歯という、ハワイ語で歯は呼吸とか、神からの贈り物とかそういう意味が、命とかね、そういうのがありますので、その歯を大事にして意識して、そうするとスーッと吐いてきます。で僕が実践するのは吐くときは普通に口から吐くんですけど、吸うときに鼻からと吸ってハーッと吐き出すと、でその時に気が向いた方はアローという言葉を吸うときにとやってイメージしていただいて、で、吐き出すときにハーッというふうにやるとより効果的じゃないかと私は思ってます。アロハっていうのは愛の、精神の言葉でも、それを表す言葉でもありますので、アロハ、さっきの私の表現だとハーから始まるということですか。あとは水分補給ですね。
やっぱり血液の流れを良い状態にしとくのが好ましいので、高山病を防ぐためには、なので、こまめに水分補給して、でトイレがですね、これ今から30分近くまっすぐ行ったら山頂エリアまであるんですけど、ここビジターセンターからはその間がほぼないですか。なんで必ずこのビジターセンターでトイレは使っておいてください。あとは余談でもないですけどね、ダイビング24時間以内にした方は、減圧症になると大変なので、その関係で1日過ぎたら、から、山に上がってください。さてマウナケアの動画、この後も続くのですが、私的にはちょっと動画が長くなってしまったので、前編後編と分けて、続きは後編動画でお楽しみいただければと思います。いよいよ雲の上にやってきました。すごいです。あと今回の動画が良かったわと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押していただければ幸いです。また、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上で終了させていただきます。ご視聴していただきまして誠にありがとうございました。それではまた。アロハ。